な。だな。こんな止まらへんの感動の再会。ちょっと遅らせてもらいますよ。はい。誰がこんなことからって許せないよ。脱獄肉や子供なんだよ。だから無用品を受けたのかしら、不動産。お前の家族が、ワニさんは痛いぞ。チャン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 
あの子、足を怪我してるのに。あらあらあら。飛び出してきた。やっぱ心で通じ合ってんだよな。スノーボール。もう、どこに行ってたの？急にいなくなっちゃうから心配したのよ。ほら、走り回るから包帯取れてるじゃない。怪我してたのか。あれ？足の怪我治ってる？やれやれ困ったウサギさんだ。パパ。お父さん。あや、スノーボールから目を離しちゃダメじゃないか。おかげで台所がめちゃくちゃだ。悪意辛抱さんでしたか。でも怪我してたのに元気だったね。ごめんなさい。スノーボールったら、またマリアの料理をつまみ食いしに行ってたのね。パパはマリアをつまんでたのかしら。でもまあ見つかってよかった。お父さんが見つけてくれたの？ああ、ついでだから、足の怪我も治しておいたよ。怪我ってそんなに早く治るものなんですかね。お父さんが治してくれたんだ。よかったねスノーボール。これスノーボールも研究されてるとかないよね。お父さん。お父さん。ありがとう。感謝は大事。スノーボールも大切な家族の一員だからな。ちゃんと大事にしてやるんだぞ。お前も家族だ。ファミパンは痛いぞ。うん？ウサギは寂しいと爆死しちゃうらしいね。中華菌で草。一緒にお父さんを助けに行こうね。これ食堂に痛いのに食わせるとかないよね。戦っても負けるからやめなさいよ。でもダメだ、使えねえわ。試しなよ、こわ。お前こっぱ、使えなかったからいいものを使うっていう表現もなんか違うし、使えてたら大惨事だよ。主人公真顔で差し出すからね多分。それはそれで怖いわ。そんでここなんか反応するね。なんか絨毯がめくれてるぞ。調べてみようか。隠し通路だ。あれかもよ、キッチンの下にある床下収納みたいなやつ。非常食とか保存が効くやつが入ってるね。やだ、真っ暗。結構広いかな。ランプ。ここで母親のランプが役に立つわけだ。貯蔵庫、入り口を隠すとは、何か変なのでも貯蔵してたんかな？わざわざ保存することもないんじゃないか？え、何？スノボーちゃんこの穴に入れちゃうの？なんで？わからないけど入れたいみたいだし、私の直感が入れろって。お願いスノーボール。君に決めたって。そんなぁ。いつの間に友情育んだし。あ、これ入り口塞がってるやつだ。先に穴調べっちゃったからおかしなことに。これはお酒かな？入り口もさやちゃんが間違ってお酒飲まないように隠してたんかな？結構汚い。なんか拾った。針金だ。個人的には片目が好きだね。何の話、何の話。この、ねっとり咀嚼音が。え？なに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 。豪快にねっとりも振られたみたいです。えっち。さあ、早く帰っておいで。さっきは味見だったかもだけど次はないよ。スノボーちゃん走っていっちゃった。ストレスがマッハ。やだ、明かり消えちゃった。ひぃ。うおー。どうしてつかないの？お願い。着いた。霊夢さん。
こういう推移っていうの怖くない？今、後ろに誰か。気のせい。よね。びっくり系は純粋にびっくりするから嫌い。ちょっと小泉霊夢ってる。ほんとベガ立ちやめてほしいよ。腕は組んでなかったぜ。めっちゃ見ていたけど、あとクマがひどかった。パンダ、パンダ？何これ、優しい世界。何かないかな。何これ、頭から足生えてる。それリボン。てか人形字が持ちすぎじゃない。人間がいないところで動いてそうで怖いよ。そうだな。でもトイストーリーって考えてみなよ。あ、そっか。そう思ったらなんかハートフルな気持ちになれる。ピクサーマッドファザー。ピクサーついてても畜生で草。なーんか、ゴリゴリ言ってるんだよな、ここ。これまさか彫刻か？目は固めずつぶって消して目を離したいけないぞ。奥からなんか来てる。一瞬だけ。削ってるみたい。これ逃げた方がいいの？逃げろ。あやべ、追い詰められた。あ、ちょっと、待って。あれ？まさかメタルギアでも出てた？これ通れるんじゃないの？おう、アイテム、嗅覚が違うんよ。まあ花粉症なんですけどね。機能してないやん。では？ちょっと奥に何かないか調べようか。何もないかな。あ、また来るのね。さついたか。そういえば童話ではドレスを松明にしてたっけ。ちょうど祖父の形見のダガーを使えるね。ちゃんと破けてる。こういう細かいのいいね。よーしよしよし。これでもう松明作れちゃうんじゃない。揃ったみたいだね。オフ。一息ついたから松明でも作ろうか。できた。次は火みたいだな。確か応接室の暖炉に火がついてたね。これかー、あったけー。油かたぶら。魔法とかいいんで厨房に行って油つけてこいよ。魔法使いの言葉じゃない。あった。深くは言わんけど、つけ方たーっぷりと染み込んだわね。これで火がつくかな。よーし、ここで松明を使って。で、行動が制限されるって何かな？他のところに行けなくなるやつかな？こういう格になるとボス戦前みたいで緊張するね。おお、ついたついた。これでやっと研究室に行けるんか。血文字だ。何何？あーうん。ローカライズ。義務教育の敗北。ドイツ語でお前の父親人殺しって書いてあるぜ。人は命をいただいて生きているんじゃんよ。お前先生トリコか何かですか？でもそんなことはうすうす感づいてそうだけどね。よっしゃ燃やすか。はい。お物は、消毒だー。全焼する勢い。あずい、あずい。あ、いやー、なんか人とか焼けてる？苦しい。助け、て。あ、加湿器士だから。その言い訳に苦しいぞ。チャンネル登録してね。